単振動に限らず、ばねが出てきたら横に横に横に並べて図示すると見やすいと思います。一番左に書くのは自然腸の状況のばねです、ここが自然腸ね。それから質量 M の重りを取り付けて、L だけ伸びて、釣り合っている重りに働く力を図示すると、重力が下向きに MG。L 伸びたばねの弾性力は上向きに KL。 力のの釣りり合いよこれが括弧1番の答えでこの重りをつまんで自然長に戻しパッと手を離したら初速0でターン振動を始めるわけだからここが端っこになりますよねこの問題は自然長で手を離したからここが端っこですじゃあ釣り合いの位置これが振動中心振動中心から 端っこまでの距離が振幅ラージ、a、だけど今回ラージ a が伸びるほなこの問題はカッコの2番最大どれだけ下がるかやから中心を通過して反対側の端っこまで行くわけだけどこの距離を出しなさいっていう問題ですねえつまり振幅の2倍下がるんですよだから 2a=2l イコールねで l は先ほど求めたこれを代入していただいて k 分の 2m。 下がががっった場所が反対の端ここであるとということが分かりますよねつまり、中心の位置と端の位置が決まれば、もう片方の端の位置も決まるんだってことです。で、ここからぐっとレベルが上がります、いや、解凍するだけやったら簡単だと思います、1年生の知識でも解けます、速度の最大値を出せと言われてますから、まあ、エネルギー保存使って考えたらいいですよね、まあ、残念ながら、等加速度運動の公式は使えませんね、理由は加速度が一定じゃないから。 どうするか例えば解説見ていただいて点 O つまりこの振動中心を位置エネルギーの基準としてここと一番上でエネルギー保存を立式しますそうすると運動エネルギー弾性エネルギー位置エネルギー3項の保存則の式になってまあまあややこしいわけですよそこで合力バネの考え方を使って重力とまとめて立式することができる まずどうするか。釣り合いの位置から X だけ下の位置を考えてほしいんですで今下向きを正としてますある正の位置、X、や思ってくださいじゃあこの位置での働く力ですけど重力そして釣り合いの位置よりさらに X だけ伸びてますから弾性力は先ほどよりもでかくて K L、X、っていう弾性力が 働きますよね。でこの物体に働く合力を求めたいんです。下向きを正として合力を計算するとまず断性力は正の向きと逆やから頭にマイナスがついてますで重力は正の向きこれ計算したらここ展開したらこうなりやん今度はこの KL っていうのは力の釣り合いの式を使えば重力 MG に置き換えることができます っていうこの式の形のまま使うっていうのがまるで熱力学のピストンに働く力の釣り合いみたいな感覚ね KL の部分が MG になりますってことは消えますよねこの部分とこの MG が消えますねっしたがって合力がマイナス KX になるんですよこれ美しくないですかどう美しいかというと釣り合いの1から X 離れた位置の合力がマイナス KX つまりまるでここを自然長とするようなバネのように考えることができますよねこれを合力バネって私は名付けました普通の問題は、まあ、次の46番の問題の4行目見てください釣り合いの位置を原点としって考えるとうまくいく理由はこの釣り合いの位置を0として x ずれたところの弾性力がマイナス KX と表せるからなんですよねでこれ考え方としてこう考えて釣り合いの位置が自然長になっているバネを考えるこれ合力バネと名前をつけましたこれは合力っていうだけあって弾性力の中に重力を含んだ合力この合力を生み出す合力バネの自然長がここです でこっから今 x だけ伸びてたから上向きに弾性力 kx が働いたって考えるじゃあ例えばこの問題元のバネの自然長の位置に戻しましたっていう状況って合力バネで言ったら自然長の位置から上やからこれ L だけ縮んでるって考えられるんですよ短いからだから元に戻ろうとして合力が下向きに働くそれが KL ですこれが合力バネの弾性力ね括弧1番の力の釣り合いよりこれは重力 MG です合力を求めるにおいて重力を考える必要がなくなるんですよ詳細は他の問題で説明するんですが弾性エネルギーも同じように考えることができるんですつまり合力バネの自然長より L だけ縮んでいるこの 強力バネは男性エネルギーを持っていて2分の 1KL の2乗と表されますよって考えてあげることができるんですよじゃあこの問題は男性エネルギーが全て運動エネルギーです位置エネルギーは関係ありませんここに含まれてますから全て運動エネルギーに変わりますよっていうエネルギー保存則を立式することができます。強力バネネのの弾性エネルギー分 Kl の2乗が運動エネルギーに変わりますよっていう式になります。これが成り立つ理由っていうのがまあ解説見ていただいて最終的に丸一式になりますよね。その丸一式の解釈だというふうに考えてもらってもいいと思います。釣り合いの位置を自然長とする合力バネの弾性エネルギーが釣り合いの位置で運動エネルギーに変わるというふうに解釈してください。これをま計算していただいたら。 V0 イコール L ルート M 分の K ですと L っていうのが K 分の MG ですから G 以外をちょっとルートの中に入れてあげると1個ずつ消えます。g√k 分の m